超お久しぶりのエアライドの時間ですね。特に目標とかルールは設定しておりません。ありのままのエアライドを堪能しましょう。よし、といってもその場合でも最高速を拾うのは大事だよなというところは特に変わらず、ほい、ミッケー。よし、一個だけでもありがたい。全然違うからな、フォーミュラースターとか全然活躍させれてない気がするので、そういうマシンに乗りたいですね。意外とその不遇と言われるレックス君とかはその不遇さゆえ出番に恵まれた印象がございます。まあレックス君的にはそんなの望んでないでしょうけど。よし、いいねいいね。これで今回はルールお任せなので、エアグライダーとか来たとしても突き刺さる感じに進めていくぜ。取るなよ、わしのやぞ、わしのやぞ。オッケー、よし、結構火力もあるし、ていうかあれだ、あれなくなった。ちょっと待って、久しぶりだからな、ちょっと勝手が違うぜ。あのターボしてスピードアップするあれも結構使い道はあるんやが、切るか、寄らば切る、寄らなくても切るぞ、どっちにしても切るぜ。おいな、今んとこマシンがいい感じなんですよね、久々にもかかわらず。もうやってくれるぜ、切るなよ。もうだいぶ早いもんね。チャージミッケー。フォーミュラースターがあったらぜひとも乗りたい感じの、加速はちょっと物足りないですが、よし、オッケーオッケー。火力がなくても速さでごまかせるし、なんかロケットの音が聞こえる。逃げられた、いいなそれ。よし、すまねえな、他の人のマシンを壊さないと新しいの出ないからね、仕方ないんだよ。さてと、旋回ミッケ、意外とマシンが見つからないね今回は。炎、旋回ミッケー、ぶっ潰す。よし、流れに逆らえる程度には強くなったぞ。飛行、機動力なら誰にも負ける気がせんでござるね。よし、お、ロケットか、ありやな、そこにいることを信じてるぜ。今乗ったらね、制御不能になるでしょ、あれ回収がはかどるとは思えないんだな。せっかくここまでいい感じなので、回収のはかどるライト君を捨てたくはない。攻撃か、あー取れなかった、早すぎるって罪。ヘビはまずい、負ける負ける、やめとこう。一方的に、お前絶好調っすね。これはちょっと嘘であることを願いたいな。なんでいつも強い時に限って、ひどいよね。よし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 、なんかすげえ下に箱あるんだけど、やばくないこれ、重さ下がっちゃった。まあいいや、ごさごさ。おお、まあでもドラグーンか、別にいや。ドラグーンくんはなんだかんだめちゃめちゃ乗ったでしょ。さあ半分過ぎたね、よしよしよし、すーげえ回収はかどる。お前らを潰した方が強くなれそうだな。逃がしたか、まあいいでしょう。体力だけは不安なので、余計なことして負けないようにだけ気をつけましょう。確かライトは防御取っても意味ないんだったな。おお、勝手にケツが浮いちまうぜ。おお、怖かった、すごい切れ、向こうも周りも強いな今回は。おお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 お、あったあった、スピードのハッピーセットだぜ。これはパーツでしょうね、火力ねえな。よし、誰か潰しそっかな。ほら、あ、外した、ブレブレよ。あ、でもいい感じ、ほっ、あー追尾してくれてね、
売れすぎか。よいしょ。なんか落ちてないかな。そろそろロケット乗る？偽物混ざったか。やるこ、あれ？あったあったあった。乗りましょうか。よし。いてててててて。なんか情けない、そうだ、偽物出てんだって。こう情けない プスって音ですけど、そういえば体力に偽物はないんだったっけか。もうその辺から私知識やり直しなんだが、期間が空いたゲームってそういうとこあるよね。おっかねえな。いてててて。てあ、ちょっと待って、スピンが止まった。やっべ、偽物ばっかじゃん。できることねえべこれ。フライト、今本物落ちてたよな。ちょ待って、ちょっとバヒュンって言っちまうとさ、うわー旋回落ち、あばー、あかん。今回は偽物アイテムにすげえ振り回されてる。早すぎんだって、だからこうなるから分かってるから極力は我慢してんだけど。お、誰かが取った。おー、そっちじゃないプスプスプス、あそこにいっぱいあるぞ。飛行ってそんなに取る必要ない気がするがね。1個しか取れない。早い。おー、チャージじゃん。でも本当にポイントストライクだったら悲しいね。こんなに強いのに今回誰もいない。いいねいいね、早いよ。でよしよしよし、重さは取ったし、わりかし強いマシンに仕上がったのではないかと思うが、よしよしよし、ええやんと思ったけど、まあ主にスピード性能か。ハイポイントストライク、はい、くせ。待てい、お前らを潰す無理だったか。じゃあ100点いただきましょうか。うい、久しぶりでもいけるもんだね。とはじゃあ一番乗りだ。これスピードも重要だよね。まあ私あんまり対戦でエアライドしたことはな、ブラちょっと待って、体でライフで来んなよ、来んなよ、来てねえな。にしてもエアライドのカービィってかなりホバリング性能高いよね。はーい、というわけで何ともレベルの低いポイントストライクでござったと。で、エアライド動画も残りパート3になってるんですね。なんで今回はちょっとそれに加えて上ライドもやりましょうか。なんか説明されたぜ、ずいぶん久しぶりだからかな。操作方法もちょっと怪しいんですが、よし、では行こうか。おまけです。さあステージ光、よし、おらおら。これもね、意外とシンプルで面白いんですよ。いててててて。てだけどワープでひとっ飛び、ドリルドリル、男のロマン、ふふふ。おっと、これ確か緑が一番強いんだけど覚えてねえな。だけど1位ですよ。よしよしよし、待って待って待って、ちょっとそれズルだろ。ラスト一周、あっ、こっち行こう、こっち行こう、あ、乗れないいやでもなんかチェッカー埋まったしさ、許されるじゃろ、指導ガーバーもいいところ、あそこで踏まれた時点で悲劇が始まったな。まあ上ライドはあんまりやってないのでこんなもんですが、もう一個行こう。思ったより短かったからな。1位取るまでやるか、永遠に終わらない可能性。よし、うまいなあいつらも。え、お前は上手くねえぞうぬぼれも大概に、うらうら、前ら、よし暴走しろ暴走しろ。いやいやいや、ミサイルとかさ、レースに持ち込んでいい代物じゃねえだろ。よしよし、お、すげえ、ヒヨコの影響すげえ、最強アイテムかあれ。よし、
あ、なるほど。ドリル持ってもああいう床の世話になったら蒸気が消えてしまうのか。いででででででで、そんな、ちょちょちょ、ラスト一瞬なんだよ。これは勝ったじゃろ。ほらほら、オッケーオッケー、よし、1位ですよ。気持ちよく終われるね。チェッカー埋まったらしいけれど、何が埋まんの。おー、すごい簡単なのが埋まった。よし、では今回はここまで。ありがとうございました。